バルトロメ・イ・ステバン・ペレス・ムリーリョは、バロック期のスペインの画家。17世紀のスペイン黄金時代美術の歴史を代表する画家である。ムリーリョは、ムリリョとも表記する。完美な聖母像や、愛らしい子供の絵を数多く手掛けた。1618年、スペイン南部のセビリアに、民間医師の子として生まれる。14人兄弟の抜歯で、幼い頃に両親を亡くし、 姉夫婦のもとで育てられたというが、その名声に比して、電気の細かい部分には不明点が多い。1645年には、最初の大規模な注文である、セビリアのフランシスコ会修道院の装飾事業を手掛けた。1659年まで、フアンデル・カスティーリョのもとで修行を積んだ。一時期マドリードに移住したという説とこれを否定する。 説とがあり、マドリードに移住したとされる時期についても諸説があるが、いずれにしても生涯の大部分をセビリア周辺で過ごしている。1682年にカディスの修道院で制作中、足場から転落したことが原因で死去したという。無限在の親鳥1678頃、プラド美術館初期はテネブリスモを中心とした様式だった。六百五十年代以降、 フランシスコエレーラの影響により作品に色彩豊かな表現が見られるようになった。スティロ・バポローソと称される画面全体が薄模屋に覆われたような無限的な作風は1670年頃からの晩年の作品に顕著である。聖母・マリアの純潔性を表した無限在の親鳥を題材とした絵を何枚か残している。特に セビーリア美術館に所蔵されている作品の夢見る乙女のようなマリア像と彼女を取り巻く可憐な商店主たちのイメージは次の世紀のロココ美術を先取りしている感がある。薬病で亡くしてしまった自分の子供たちを慈しむかのように子供を描いた絵も多数残している。ボロをまとった貧しい少年たちをありのままに描いた風俗画にも傑作がある。 彼は子供を次々と5人もペースと等で亡くし、6人目の娘も耳が聞こえなかったため、その娘を思い最高傑作の無限在の親鳥を描いた。聖母子戦6 5 5から65ロピッティ美術館。ありがとうございます。